切った。もしもし。あ、もしもし。もしもし。女の子。あ、そうです。うわ、うわ、女の子久しぶり。うん、私結構かけますよ、いろんな人に。そうなんだ。うん。今何してたんですか？これから勉強しようかなって感じ。マジで？いつも通話しながら勉強するんですか？そう。マジか。これとも始めて結構長いんですか？うん、結構2年前くらい。実は私配信してるんですよ。うん、配信してて、なんかちょっとこれともやってみようみたいな風になったんですけど、うん、今これともの人にかけてって歌って、その評価してもらおうみたいなのやってて。うんうんうん。いいですか？いいよ。マジで？最近聴いた曲とかって何ですか？最近聴いた曲？うん、オード。おー、ハンバーナーラーキーってやつですね。あれか、難しいよね。あれちょっと難しい。あれ知ってます？グッバイ宣言とか。あ、はい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 、結婚おめでたい。あ、そうです、そうです。それちょっと歌ってもいいですか？いいよ。よし、歌わせていただきます。はい。はぁ、緊張する。ワン、ツー。この歌。エマージェンシーレイジー、やつらはペイジンザタ、うちにこもってゴロ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 と、堕落の夜に絡みついた。ルールール放つ言葉はルールール、腐っていた正論も常識も意味を持たない世界にさよなら。引き込まれてたジャスティス、俺の私だけの檻の中で引き殺して、なんでも俺の私の目が君に触るまで。引き込まれてたジャスティス、俺の私だけの檻の中で引き殺して、なんでも俺の私の目を君が包むだけ。あ、もしもし。どうですかね。上手だよ。上手？あ、ありがとうございます。なんか下手よみたいな言われたらどうしようと思って、もう緊張しまくってた。そうなの？そうなんですよ。ありがとね。ん？ありがとね。なんかごめんね、なんか付き合わせちゃって。だよね、だよね。そうだね。ついてる系？これはもうついてる系ですね。ついてる系ですね。はい、ということでちょっとね、お付き合いいただきましたけど、僕チェルシーっていう YouTuber なんですけど。チェルシー。ちょっと今検索してみた。ああ、検索してみた。今ちょっと配信してるよ、うん、YouTube で。ああ、YouTube 配信？そう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 。これ恥ずかしいの？大丈夫？混乱するからね。うん、混乱しちゃう。うん、混乱しちゃう。ありがとうございました。いいね、またどこかで勉強頑張ってね。はい、バイバイ。頑張ります、ありがとう。あ、めっちゃ顔じゃん。